リーダー&イノベーション賢者の選択、今回お招きしておりますゲストは、医療設備そして医療機器などを扱う株式会社セントラルユニ代表取締役社長の増田淳さんです。まあ、先ほどからお話伺ってますとね、本当に赤字転落したところからどうやって出てくるのかね、はい、社員の意識改革はしなきゃいけない、はい、そしていよいよ自ら営業に出て行って、まあ、名刺をポンポン捨てられて、それでもこう売りたかったその商品というのはあるわけですよね、はい、セントラルには3つの事業分野を持ってまして、先ほど冒頭にお話しました、いわゆる鉄から医療へシフトした医療ガス供給システム、はい、それからそのもう一つは物流関連という形で物流の機器事業もやっています、はい、で3番目の事業分野が実はこの手術室、それからその ICU という事業分野になります、で実はそのセントラルに私が入った当初っていうのは、医療ガスの供給システム以外のこの2事業分野は営業利益段階で赤字でして、ある部分お荷物の事業分普通だったら切り捨てちゃうみたいなところですね。そうですね、で特にその手術室については、スタッフの中でも手間がかかるのに儲けがないと、もうとにかくもう散々な話でもう撤退した方がいいんじゃないかというような話もあったぐらいでした、それを売りつけに行かれた。そうですね、病院がそのいわゆる経営効率を高めていくってことを考えていった時に、いわゆるそのこの手術をするっていう行為は、いわゆるその入院して退院するまでの中でできるだけ早く手術をして治して、で早く元気になって退院していただく、そして次の患者さんを早く入っていただいて、また元気になっていただいて退院していく、いわゆる経営効率を高めるためにはこの手術部門というのは絶対にそのまあこれからですね、というふうに考えてました。ですからこの手術部門をその絶対にターゲッティングしていくのはそういった意味でも有用だというふうには考えました。これをこう製品化しようとしたっていうところには、なんか当然思い入れとかいろんな技術の革新があると思うんですけど、具体的にはその古い旧態然としたものとどこがどういうふうに変わったんですか。はい、まあ、これはもうある部分発想なんですけれども、先ほどの担当官のところから帰って、自分なりにその何か提案をしなければいけないという状況にありました、でそのお客さんの気持ちを分かるために私は何をすればいいんだろうと思いまして、その担当官になるしかないなって実は思ったんですよ。なるほど、はい、よりユーザーになろうと、で担当官と同じ立場になるんであれば、自分が家を作るか自分がマンションを買うというような無理やりそういうシチュエーションに買う気もないのに持っていこうと、営業の方からリビングダイニング今だったら ある程度変化できますよっていうふうに言われます。でもだんだん時間が決まってくると、電源の数はコンセントの数は何個にしますかとか、もう細かいところ、テレビの端子はそのどこに置きますか、どこでテレビ見るんですかと、で水回りはもっと早い段階で早く決めてもらわないとダメですよ、もうえらくストレスに私は思いまして、このストレスが多分建物を建てる手術室を作る人のストレスになるんじゃないかなというふうに思いまして、とにかくフレキシビリティを高めていつでも変えられるっていう空間作りをすることができないかなと、それが多分お客さん側に立った時にお客さんも一歩出るような商品にならないかなというところで、実はアイデアとして開発したのがこのフレックスドックです。そのためにはどういうことをなさったんですか。例えばスタッフなんかでもいろいろな新しいその発想っていうのが必要になってきますよね。そうですね、いわゆるそのお客さんが困ってること、それからお客さんが諦めてること、これを仮定した上で、とにかく徹底的に自分たちの仕事に対してダメ出しをしていこうと、とにかく自分たちの仕事を徹底的に否定してこいというようなことをしました。だからこのキーワードのね、自己否定ってとこからまず始めて、そこから新しいスタートになるということなんですかね。そうですね、まあ、それがあれですか、やっぱり受注したところでつながっていったと、はい、ね、嫌いだって言われたでしょ、はい、そっからってすごいですよね、はい、だってこう話をするのは簡単だけど、実際にそこのビジネスでつなげるっていうのは、どうもその会社の中では、どうもあいつ名刺投げられたらしいよとかどうもなんか何度も言って提案するけどなかなかうまくいかないらしいぜと、まあ、どちらかというとみんな様子見をしている時期でしたから、そういった意味ではだんだんなんかすごいねみたいな、いやなんか、すごいねっていうよりも、なんかあいつしつこいなとかなんかあいつ
もしかしたら本気でやる気じゃないのというようなことはもしかしたらあのみんなの中で、話が出てたんじゃないかなというふうに思います。これはやっぱり 製品化していく上ではね、いろんなことを考えられたと思うんですが、人材だとかそのあたりはどういうふうにされたんですか。はい、プロジェクトチームを作ろうと、まあ、自分の中ではそういうふうな覚悟をして、まあ、やっぱりそのプロジェクトチームを作るとなると部門から人を抜きます。そういうことですよね。あのまだ私はあのアウェーの時期ですから、あの人を抜くということに関してはかなりそのある部分躊躇もしましたし、恐る恐る、こんなことをお客さんとも約束してるし、この事業でとにかくセントラルニーを再生したいと、なんとかあのこの2人抜いてくれという話をしました。そしたらあの思ったような感覚でこう答えが返ってこないんですね。どちらかというとうんともすんとも言わないんですよ、その人は。でやっぱりかと、まずったなっていうふうに思ったんですけども、一時したら私の部屋に来て、本気で再生する、本気で事業を立ち上げるんだったら、あの二人じゃないと、エースやろうと、エースって誰やという話をしたら、まあとんでもない名前が出てくるんですね。いや、その人間を、その今のいわゆるそのルーチンで回ってる事業から抜いたら、もうボロボロになるぜと、今度そっちの方が、いう話をしたんですけども、いやそれはあの自分自身も、あのいろんな人間を説得するし、本気でやるんだったら、あのその人間じゃないとできないし間に合わないと、かなりこう思ってもなかった反応だったもんですから、正直言って嬉しかったですね。その本気で再生するならエースやろと言ったのが高倉義治氏である。高倉さんは当時セントラルニーの工事技術部長であった。もう営業マンがもう手術室売るのやめようかなって本当に言ってたんですよ。あの何人かとこう話をするとね、もう売っても売れないし、結局見積もりで持って行ってももうがっさり落とされるみたいなところがやっぱあったんでですね。で増田っていう人間はあの伝統とか、そのことの成り立ちのストーリー、そのものが生まれたストーリーとか、そういうことをすごくあの大事にする人間だと僕は思うんですけど、当時はもうセントラルニーだったらホーローパネルとかっていう、そのまあある意味ブランドと製品がもうくっついて、で製造からあの、まあ、納入メンテナンスまで一通りのこう流れが一応できてたわけですけども、まあ、その質問をするとあのそれを本気で壊していいと、これは本気なんだなと思いまして、でだったら一番いい、まあ、そういうことに向いてる人間をやっぱり使ってほしいっていうことはあの言いましたね。そして増田の思いと高倉の決断はみんなの心を一つにしていった。その製品が生まれたことによって、それに取り組んだやっぱり人間が本当に、ヒーローになりましたし、あの当然そのことをやったことで成長したと思いますし、まあ、それ当然実務部隊から引き抜いてあの開発プロジェクトを作りましたから、その穴を周りの人間がどうやって埋めるかって必死にやっぱり頑張った、まあ、新しいものが生まれたから、それが売れたから、業績が好転したからとか、そういったことよりも、中にいる人間がそのことを通じてやっぱり成長したっていうことが、まあ、はために見てちゃいけませんけど、はために見ててあの一番あの変わったかなというふうには思いますね。あとはですね、あの、はい、お伺いしたところによりますと、はい、手術室のショールームを作られたということをお聞きしたんですけども、はい、これはどういったことなんですか。はい、あの非常にその我々の手術室の価値っていうのは、分かりづらい部分がややありまして、はい、でまた片方では営業マン自身もですね、はい、新しい商品をいくら出しても、はい、既存の商品のビジネスのスタイルからなかなか抜け出せないっていうことも分かってましたから、このショールームにお客さんと私どもの営業マンが一緒に来ることによって、そしてお客さんがいいね、面白いじゃんっていうことを言うことによって、実はうちの営業マンがお客さんに引っ張られていって、そう
かそうか、あの気が付くと、うん、まあ変な言い方ですけどこう腕を組んでたうちの営業マンが、あれこれっていいんだ、で気が付くと、はい、いいでしょって言い始めてるっていう、まあ、あのこの商品とこの場を作ったっていうことは、あのこの場だけでもダメですし、この商品だけでもダメだったというふうに思いますので、非常に有用に、うん、あの機能したと思います。だから普通のショールームみたいに外向きだけじゃなくて、実際に内向きにもすごく役に立ったショールーム、はい、非常に大きく役に立ったというふうに思ってます。はい、あの同業他社との違いというのはどんなところなんでしょうかね。あの私たちはやっぱり働く人たちの仕事をデザインをする、それが我々の本業だというふうに思ってますんで、どちらかというとその物を納める前の前段階、どちらかというとお客さんがその思ってること、はい、悩んでること、これをどうその物に置き換えるかっていう、ここに非常に力を置いてまして、どちらかというとコンサルティングのような、もっと言えばその我々はファシリティープランニングっていうふうに言ってますけども、そういったところに多分力を入れてる。それは多分同業者とは全然違う、あの事業戦略ではないかなというふうに思います。つまりハードだけじゃなくてソフトの部分も実はそこにきちんとケアされてると、はいはい、まあ去年の12月、それからその今年の1月にかけて実は移転新築をした、小倉記念病院という病院が完成をしまして、うん、はい、信吉先生っていう院長がおられるんですけども、はいはい、あのその先生に、そうですね、一番最初に挨拶に行った時に、この地域の医療、地域の方々の命を支えるのが俺たちの仕事だと、そのことを肝に銘じて、お前たちもそのつもりで関わってくれと、ぜひいろんな提案を待ってるというふうに言っていただいたんで、もうそういった意味では逆に、よしと身が引き締まる思いと、あのプロジェクトメンバーみんなが、本当にやる気を出した、その物件が実はつい先日オープンをしました。これはね、はい、やっぱりすごい思いがこもってる病院ということになりますね。そうですね、はい、リーダーにとってのビジネスの原点、大切な思い出、賢者のオリジン。さてこの番組ではですね、ビジネスの原点を象徴する思い出の品をご持参いただいてるんですが、あの社長のお隣にとても素敵な椅子がありますけども、ね、はい、あの、まあ、セントラルユニがあの非常に厳しい時に、はい、またあの私も当然入っていろんなあの改革をやりましたけれども、いわゆるその事業所自体グループ会社がたくさんありまして、その地域地域で事業所 の、 その、まあ、要はまとめっていうことを実は推進をしました、うん、はい、でその時に ある先輩から、まあ、社長ちょっとあの応接セット送るから、あんた大事なものだから取っとけというふうに言われまして、で送ってきて、でその送ってきた応接セットというのがガラスのテーブルに椅子が4脚、はい、で椅子が4脚の中のこの椅子だけが赤いんですね。でその先輩にこれ何ですかと、でこれはどういう思いで私は受け取ればいいんですかっていう話をしたら、実はあの会社に白石さんっていうあの人が、OB がいまして、まあ、セントラルの OB かなりその、まあ、特徴があるというか、かなり癖が強い人が多いんですけれども、はい、その癖が強い人の中でも、はい、特に癖が強い、もう、はい、とにかく、まあ、口が悪くて、もうとにかくその怒ったら怖いって、あの怖いから捨てられないんですかっていう話をしたら、いやそうじゃないと、あの実は白石さんがその九州から、まあ、関連会社の、取締役として仙台に、はい、単身赴任で、行きました。この白石さんという方はあの私も実は子供の頃から非常によく知ってて、まあ、家族ぐるみあの、はい、まあ、いろんな形で昔から付き合ってた、まあ、いわゆるおいちゃん、おいちゃん、おいちゃん、ちょっと怖いおいちゃん、怖いおいちゃんです、はいはい、このセットをあの白石さんがいわゆるそのオーダーするときに1個だけ赤い椅子にしろというのもその話があったようで、それはどういう理由なんですかね。あの、まあ、東北にその自分で事務所を構えるときに、1つだけ赤い椅子を作って、この椅子にはまあ私の父なんですけれども、当時の社長増田さんがいるんだと、いないけどいるんだと、なるほど、しかもこの椅子には誰も座らせなかったんだと、応接セットなのに全然応接セットじゃなかったんだと。そうなんですか、ですからあの、まあ、そういった意味ではセントラルらしいって言いますか、なんかこう人間臭いって言いますか、本当ですね、決してそのスマートではないんですけれども、非常にその、まあ、思いを
を非常にこう強く、でもあまり単音しないというような、思いは熱いんだけど非常に静かにね、動かない椅子としてそこにあるっていうのはこれすごいことですよね。実際今こちらの椅子はどちらに置かれてるんですか？はい、今セントラインの東京本社の2階にですね、コミュニケーションラウンジっていうそのスペースがありまして、はい、ここはみんなが昼食を取ったり、はい、その雑談をしたり、まあ、そのテレビを見たりっていうそのスペースがあります、でその一角にこの椅子は置いてあります。で社員の方ご存知なんですか？その白石さんの椅子だっていうのは多分誰も知らないと思います。私だけ、まあ、この椅子を見て、例えば白石さんであったり、お父様が、今までの先輩 の、思いっていうことに照らし合わせて、まあ、大丈夫ですかねと、うまくやれてますかねっていうことをこう、この椅子を見ながらたまに確認をしてます。こう会社の思いを本当に象徴している椅子ですね。そうですね、本当に先ほども言いましたけども、決してスマートではなくてどちらかというと泥臭いんですけども、やっぱり会社としてはそういうその重い哲学っていうことを非常に重視してきた会社ですから、そのなんかこう文化が私の中では非常にこう、まあ、これを見るたびに思い出されるある意味原点だというふうには考えています。リーダーが決断した次なる変革、そのキーワードとは。ではこれから手掛ける変革、そのキーワードは何でしょうか？はい、ものづくり以上にことづくりをです。見事に業績の V 字回復を成し遂げた増田が手掛ける次なる変革、ものづくり以上にことづくりをとは、その戦略が明らかになる。